どうもこんにちは。今回はですね、スパイスボックスを DIY で作ってみました。なるべく簡単に作ってますのでご紹介します。材料ですが、 30cm×30cm の板を2つ、側面用に 30cm×7cm の板を4つ、横板用に 28cm×7cm の板を6枚、木箱用に 5cm×26cm の板を3枚、側面用に 5cm×7cm の板を2枚、厚みはすべて 1cm で作った方が作りやすいと思います。まず最初の作業として、カットした切り口にヤスリをかけていきます。ヤスリをかけて滑らかにするんですが、ハンドサンダーなんかを使うととても作業が楽だと思います。その後にですね、ワックスを塗る作業に移ります。でワックスなんですけれども、ワックスはね、ヴィンテージワックスを使うようにしてます。ヴィンテージワックスをなぜ使うかというとですね、乾燥時間がだいたい30分ぐらいです。塗った後にですね、拭き取ればもうそれだけで OK で、特に問題なく乾燥してくれるので、木材に色を塗るときはヴィンテージワックスを使うようにしてます。これはね、おすすめです。今回の材料なんですが、僕はね、9ミリの厚さの板を使いました。ちょっとね、若干のズレとかが出てきてしまうので、1センチのものを使うのをおすすめします。ホームセンターで木材をカットしてもらうとですね、こういったノコギリで切るような間違いが起こりやすい作業、そういったものを省けますので、なるべくホームセンターでカットしてもらった方がいいです。ただですね、注意点としてなんですけれども、例えば60センチの長さの板があったとして、それを30センチにカットしてもらおうとするとですね、刃の厚み分だけやっぱり短くなってしまいます。なので、ちょっとね、長めの板を買って、余裕を持ったカットをするのがおすすめです。そしたら次にですね、木箱の作成に入りますけれども、まずね、ボンドで仮止めをした後に、細い釘を打って補強していきます。で、補強していくんですけれども、この辺の作業がね、面倒だという方はですね、例えばセリアとかダイソーに行くと木箱が売ってます。木箱が売ってるので、そのサイズに合わせてスパイスボックスを設計するという方がね、もしかしたら楽かもしれません。ただそうしてしまうとですね、自由度がなくなってきますので、僕はね、木箱を別に作ることにしました。でこの木箱はですね、薄い板を使って作ってますので、結構ね、作るのがシビアでした。なので1回実は失敗してます。そういった失敗がないためにもですね、厚みは1センチのものを使う方が、計算しやすくていいんじゃないかなと思います。でこの木箱を作ってる間にですね、ヴィンテージワックスが乾燥しました。乾燥しましたので、今度はですね、余分なワックスを拭き取る作業を行います。すべての板に関して、このね、ヴィンテージワックスを拭き取るという作業を行います。で、ですね、似たような板があったりしますので、なるべくですね、板は最初のうちに分けておいた方が作業がしやすいです。実際組み立ててしまってですね、長さが間違っちゃったということになると大変なので、まず板をですね、それぞれの大きさに分けておきましょう。今回はですね、横板を6枚使います。その横板6枚使う中の3枚にはですね、セリアで買ってきた金具を取り付けます。この金具を取り付けることによってですね、スパイスが倒れたりすることを防ぐことができます。これはね、ないならないでもいいんですけれども、パカッとスパイスボックスをね、開いた時なんかにどうしても勢い余って落ちてきちゃうとか、あと移動中にですね、中がぐちゃぐちゃになってしまうということを防ぐためにこれをつけました。この部分をですね、木で作ったりっていうこともできるんですけれども、なんとなくね、見た目がいいかなと思ってこちらを選びました。3つで330円です。取り付けに関してはですね、ドライバーでネジ止めするだけなんですが、なるべくですね、奥行きを殺したくなかったので、ギリギリのところでつけるようにしました。そしたら次にですね、ボンドで仮止めをします。四隅の大きさは決まっています。四隅の大きさは30センチということで今回決めたんですが、真ん中の部分ですね、真ん中の部分の高さなんかは、微調整しながらですね、これぐらいがいいかなと考えながら調整しました。あらかじめですね、スパイスの大きさを決めておくとか、スパイス容器を揃えてサイズを計算すると
いうこともできるんですけれども、まあ、そうしてしまうとですね、他のものが入れられなくなってしまうので、なるべく汎用性が高いスパイスボックスを作りたいなと思いまして、今回は中の横幅を28センチとしました。ボンドもですね、100均で購入したものなんですけれども、これに関してはね、速乾性のもの、速乾性のもので乾けば透明になるものであれば何でもいいかなと思います。このね、ボンドを仮止めする作業も、あまりに薄い板だとですね、立ちにくいので、やっぱりね、厚みが1センチぐらいある方が作業がしやすいんじゃないかなと思います。これでですね、片側が完成しました。だいぶそれっぽい形になったんじゃないでしょうか。ボンドが乾燥したら、今度はですね、また釘で補強していきます。細い釘であればですね、切りで穴を開けたりする必要もないので、細い釘を使ってます。中に入るのはね、スパイスとか油ぐらいのもんなので、この細い釘でも問題ありませんでした。今度はもう片側を作っていきます。同じくですね、ボンドで仮止めをして、まずはですね、四隅を作っていきます。で、四隅を作ったらですね、今度は中に入れる木箱、先ほど作った木箱なんですけれども、それに取っ手をつけました。こちらもですね、100均のセリアで購入した取っ手なんですけれども、取っ手をつけることによって出し入れがスムーズになります。で、木箱を入れましたら、その上にですね、ぴったり収まるように中板を取り付けます。こちらもボンドで仮止めします。これで引き出しの完成です。今度はですね、金具を取り付けていきます。蝶子貝をまたセリアで購入して、これを取り付けました。蝶子貝を取り付けるある程度の位置を決めたら、ネジ止めしていきます。この辺りもですね、本当は長さとか測った方がいいんでしょうけれども、まあ大体この辺でいいだろうという位置で止めてます。で、閉じたところの部分ですね、閉じたところの部分に、留め金をつけました。留め金をつけることによって、自然にね、開閉することを防ぎます。この辺もですね、100均で十分なんじゃないかなと思います。このままだと持ち運びができないので、上の部分にね、取っ手を取り付けます。今回はですね、革を切り出して取っ手を作りました。これをですね、ネジ止めしていきます。この取っ手に関してはですね、手芸屋さんとかに行ったらもしかしたら売ってるのかもしれません。もしくは100均でも取っ手が一応売ってるんですけれども、ちょうどいい大きさのものがですね、なかったのと、なるべくですね、柔らかい持ち手をつけたかったので、今回はね、レザークラフトで作りました。ここはですね、100均の商品で代用してもいいんじゃないかなと思います。さすがにね、ネジがちっちゃいこともありまして、ネジ1個では心もとなかったので、3つつけることにしました。そして最後の仕上げなんですけれども、留め金がついている側面、こちらにですね、フックを2つ取り付けます。
フックを取り付けることによってですね、まあ、何かぶら下げたりできるかなということで、せっかくなので今回はフックを取り付けました。少しね、長いものがぶら下げたりできるかなということで、片側のフックは高さを上げています。ということでスパイスボックスが完成したんですけれども、今までのですねスパイスボックスはこちらです。さすがにこれだとですね、あんまりスパイスを持っていくことができなかったので今回作ってみました。そして出来上がったスパイスボックスがこちらです。右側の方はですね、なるべく高さを持たせるようにしましたので、オリーブオイルだったり粉チーズだったり、少しね背の高いものを入れられるようになっています。でシェラカップもですね、3つぐらいであればこのように入れることができます。引き出しの部分なんですが、ここにはですね、箸やスプーン、フォークなんかを入れるようにしました。こうしてみるとですね、なかなか汎用性の高いスパイスボックスになったんじゃないかなと思います。中にライトを入れたりすればライトアップも可能です。
どうもこんにちは、今回はですね、以前の動画の続きのような感じになるんですけれども、焚き火台、先日購入したですね、焚き火台の続きです。ヨラーでしょうね。これね、びっくりすることにね、価格がね、1890円。ここのね、横の穴の部分にこれをね、引っ掛けるんですけども、見てわかる通りね、2段階の調節が可能になってます。購入した焚き火台はですね、ユーラーというところの、まあ言ったらね、キャプテンスタッグのかまどみたいな焚き火台なんですけども、組み立てがですね、超簡単な焚き火台です。こういう風にですね、高さが2段階調整できるというお話をしたんですけども、コメントでですね、いただいた話で、これをね、逆さまにするとこういう感じで、実はね、4段階に調整できるんだよというお話をね、いただきました。裏返して大丈夫なのかなと思ったんですが、ちゃんとね、裏側もね、ここの切りかけがあるので、この上のね、ごとくも乗るようになってます。
コメントをいただいた方ありがとうございました。で今回ね動画としてやりたいのがですね、ここにね炭を使う場合、基本的にですね炭焼きをしたいということでこれを買ったんですけれども、これのね問題はね炭をどうやって起こすかっていうことかなと思います。火起こし器もあるんですけども、火起こし器だとね少量の炭に火を起こすのにはあんまり向いてなくて、どうしてもね大量の炭、普通に例えば家族でバーベキューするぐらいの量の炭、そういったものを起こすときには便利なんですけれども、これね見てわかる通りねそんなに量いらないんですよ。そんなに量いらないので、ちっちゃいね火起こし器がないかなと思って探してたんですが、残念ながらですね小さい火起こし器というのが、各メーカーからね発売されてませんでした。多分ないと思います。ないのでまあねなんとかするしかないということで、こういうものをね見つけました。これ何かというとですね、ステンレスカトラリーラック、ダイソーで200円のものなんですが、これね横にいっぱい穴が開いてるでしょ。これがねもうね空気穴にしか見えない。おそらくですね本来の使い方としては水切りなんだと思うんですが、そこの部分にもね穴が開いてるので余計にね空気穴にしか見えないんですよね。なんかでここがねちょっとわかるかな、地面からちょっとね浮くような設計になってます。でこれとですねこちら、使ってる方も結構いらっしゃると思うんですが、こちらもねダイソーで150円で購入したオイルポットです。油をろ過するやつなんですけども、火消し壺としてこれをね代用してる方が結構いらっしゃいました。いらっしゃったので、まあ、これはね火消し壺としていいだろうと思いつつ、火起こしもねなんとかならないかなと思ったところですね、これがあったんですよね。オイルポットなんですがこんな感じで、ろ過するためのものがついてます。で今回はねこれいりません。最初はですね、灰皿とかを使って火起こし器にしようかなと考えてたんですが、このねステンレスカトラリーラック、これがねもうねこのために作ったのかなっていうぐらいシンデレラフィットします。で蓋もできますよと。なのでですね、火起こしと火消し、これを合わせて、350円でできてしまうということなので、こちらがですね想像通りの使い方ができるかというあたりをちょっと試してみたいなと思います。どうでしょうね、想像通りであれば使えるはずなんですが、まず下に燃焼剤を入れておきます。燃焼剤は、いつものように文化焚き付けです。じゃあここにですね火をつけようと思います。下から行ったらいいのかな、火をつけるのが難関かなこれ。こういう時にですねなんか着火魔みたいなのがあるといいんですが、持ってないので、消えた、先に火をつけた方がいいか、ちょっと先に火をつけてみましょう。さあ火がついたので、わ絶対いけるやつだこれ。これぐらい入れてもいいかな。これは問題なくいけそうですよね。下からの空気もあるし、横からの空気、これも入っていってるので、あーでも横に逃げちゃうのかな。まあ多少はですね風で横に流れることもあるんですが、これで大丈夫だと思いますね。周りをねウィンドスクリーンで囲っちゃうとか、横の穴ですよね、周りに開いてる穴を、まあ、いくつか塞いであげたりするともっといいかもしれません。でこれのいいところとしてはですね、ステンレス製なので、錆びにくいというのがいいところじゃないかなと思います。オイルポットの方はですね鉄なので、やっぱりね錆には気をつけないといけないかなという感じなんですが、もしダメになったとしてもね150円なので、ソロで使うということを考えると躊躇なく買える値段なのかなと思います。
とりあえずですね、文化焚き付けが燃え終わるまでこのまま様子を見てみましょう。今炭の見えてる部分の端っこの方、端っこの辺は白くなってきてるので結構いい感じに燃えてそうな気はするんですけどね。じゃあいい具合なんでひっくり返します。炭の分量としてはですね、まあ、こんな感じ。実際やってて余裕があったのでもうちょっとね入れられると思います。もうちょっと入れられるので、やっぱりね一人用のこの焚き火台で使うにはちょうどいいサイズなのかなという感じです。で、使った火起こしはですね、この中にということで、ぴったり収まります。じゃあ今度はですね、こちらを片付けていこうと思います。おそらくねこのような状態になってると思いますんで、この上にねポットを置いて、こうやって放置とやっとけばいいはずですが、どうかな。じゃあこの状態でですね、しばらく放置をしておきます。ということで今回は、この2つのものを使って片方は火起こし器、片方は火消し壺ということで、使ってみました。本来の使い方とはですね、だいぶ違うんですけれども、十分機能を果たしてくれることが分かりました。こちらは200円と150円ということで、2つ買っても350円なので、火起こしと火消し壺、これを探している方や小さめのものを探している方はですね、これで十分じゃないかなと思います。ソロ用の焚き火台を使ったりとかですね、今は時期が時期なので庭で楽しんでるっていう方もたくさんいらっしゃると思います。そういった方にもですね、おすすめできるものだと思いますので、ぜひ試してみてください。それでは